はい、ついフェミがとうとう犯罪的なことをやってしまいましたね。ツイッターでいろいろ騒ぐ、まあそれも迷惑極まりないことなんですけれども、とうとうやってしまったことが、任天堂にお便りした。で、ここから始まる。はい。脅迫恐喝十分になります。あ、一般開放されている窓口に一ユーザーとしての意見を送った。でもこれね、やり方によっちゃね、意欲業務妨害、この下に書いてあります。業務妨害、営業妨害、そして任天堂にお便りをしたっていう風に、頼りをするっていうのはまだ、まあ任天堂に対して意見を送ったっていうだけになりますけれども、それに対してこういう風に書いたっていうのを送った、つまり任天堂に自分自身はこういう風に思っている、あんたらもこう思えっていうのはついフェミですからね。つまり任天堂の品位を落とす、要はなんつったっけかな名前が出てこない、なんだっけ、名誉毀損か、名誉毀損で、さらに会社の品位を落としたつ、まあ毀損経には変わんないわな。で、それに対して意欲業務妨害、偽計業務妨害、そう、これです。この人が書いてる通り、結局はやった人が悪いんです。その人がこういう作品に感化されてさしたっていうのはあくまで結果論だったら、同じ作品見た者全員が犯罪者になってなきゃおかしいです。全員が犯罪者になったら、そりゃもうこの作品のせいって言ってもおかしくないですけれども、製菓会社のせいなんです。そうです、実質的には犯罪者がどうのこうのなんです。この人の言ってる通り、本物の性犯罪者の罪を希釈しようとする、つまり作品どうのこうの痛めつけるんじゃなくって、結局は私が気に入りません、私が環境型セクハラだと思ったから、これは環境型セクハラですっていう、あの太田恵子弁護士の宇崎ちゃんは遊びたいでの売名行為と全くもって変わりません。はい、ここにね、世界最強と言われている任天堂法務部に真正面から喧嘩売るとはようやるわ。まあこのお餅好きって人は本当に、まあ喧嘩も売るわ、もう実質的に犯罪を2つ犯してますからね。偽計業務妨害、意欲業務妨害、いや2つどころじゃねえか。で、なんだっけ、名前が出てこない、品位を落とすやつ、セロD、パプクキョンベ、新井博文さんがやったことね、わざわざ文句言いマッサージ店での性被害が起きてるし、だからどうした、そう、お客さんのですよ。結局のところコロナストレスの吐け口なんですよね。害悪クレーマー無視するのではなく、こういったツイッターの書き込みを YouTube で全世界に流そうという。まあ要するにツイッ
ターのここで限られている人たち、ただついでに言えばこのツイッターでいろいろツイフェミって言ってますけれども、女の人はやられたらありますが、こういう美少年にはなーもありません。なぜか私が好きだからです。まあいろいろ言ってますね。まあただおそらくこのお餅スキーは人生終わりましたね。さあ、あとはこの人が任天堂から裁判を食らって終わるというのがいつ出てくるかですね。